ずっと後悔していた。あの時私があんなことを言わなければアスナをこんな残酷な世界に閉じ込めることなんてなかったって。さよならアスナ。エカ、今日中に5層まで行くぜ。今はまだまだ種まきなんですよ。奴らには殺し合いをするところまで行ってほしいんだけどね。仮想現実のデスゲームの世界。殺し合いをさせたいって、そんなことして何になるっていうの。みんな攻略に慣れてきた。そういう隙をあいつらは。いや、このゲームはついてくるって気がしてならないんだ。話を聞いた以上、俺は黙っているわけにはいかない。そんなことしたら戦争になりかねんで。この世界はいずれゲーム攻略どころじゃなくなる。早く外で歌いたいよ。今聞いて、下の層で解放されるのを待っている何千もの人たちを裏切るわけにはいきません。データと全然違う。ソードアートオンラインプログレッシブ、暗き夕闇のスケルツォ。